エリック・デッカーはアメリカ合衆国ミネソタ州コールドスプリング出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはワイドレシーバー。高校時代はアメリカンフットボールの他にバスケットボールと野球をしておりそれぞれのスポーツで表彰されている。アメリカンフットボールでは2156ヤード 28td を挙げて2度チームの MVP に選ばれた。 三年時の2008年には、大学記録となる84回のキャッチで1074ヤードを獲得して、ビッグ10カンファレンスのファーストチーム及び、オールアメリカンに選ばれた。四年時の2009年、開幕から3試合で、全米6位の1試合平均124.8ヤードを獲得、スポーツイラストレーテッドのコラムニスト、スチュワート・マンデルは彼を、オクラホマ州立大学のデズ・ブライアンと、 ジョージア大学の AJ グリーンに次いで3番目に高く評価した。オハイオ州立大学との試合後、10月27日、足首の捻挫でシーズン残り試合を欠場することが発表された。大学4年間で、大学記録となる228回のキャッチで3119ヤード 24td を上げた。ミネソタ大学に進学後もフットボールの他に、野球も続けた。 2008年には MLB ドラフト38順でミルウォーキーブルワーズ2009年には27順でミネソタツインズからドラフト指名されているドラフトに先立つ NFL コンバインのワンダーリックテストで最高得点を記録した2010年の NFL ドラフト3順でデンバーブロンコスに指名された足の手術のため6月に行われたルーキーの ミニキャンプを欠席することとなった。ヘッドコーチのジョシュマクダニエルズはシーズン開幕戦に間に合うように回復することを期待するコメントをした。7月27日、4年契約を結んだ。プレシーズンゲームでルーキートップの16回のキャッチで183ヤード、1TD を上げたが WR としての先発出場はなく、控え WR としてもシーズン終盤に出まりやす。 トーマスが負傷するまでほとんど機会を与えられなかった。この年14試合に出場して6回のキャッチで106ヤード、1td、キックオフリターンでチームトップの556ヤードをリターン、スペシャルチームで9タックルを挙げた。2011年9月11日のオークランドレーダースとのマンデーナイトフットボールでは第4球に90ヤードのパントリターン td を挙げた。 第2週のシンシナティベンガルズ戦では、初先発し、5回のキャッチで113ヤードを獲得、2td を上げて24から22の勝利に貢献した。第3週のテネシータイタンズ戦では、自己ベストとなる7回のキャッチで48ヤードを獲得、続く4試合で18回のキャッチで192ヤードを獲得、4td を上げた。 11月13日にアローヘッドスタジアムで行われたカンザスシティチーフス戦の第4球、先発 q b ティム・ティーボーからデッカーに出したロングパスが56ヤードの TD となりチームは17から10で勝利したピッツバーグスティーラーズとのプレーオフでは第2球にジェームズ・ハリソンのヒットを受けて負傷退場している第16週この年 チームトップの44回のキャッチで612ヤードを獲得 8td を挙げた2012年ベイトン・マニングをブロンコスが獲得3月26日マニングとデッカー、ジュリアス・トーマス、tj ウォルトンはワークアウトを行った4月にはデッカーとマーニングはクアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズの試合を一緒に観戦した月に ラジオ局の取材に対して、前年のトレーニングキャンプには、t ィーボーマニアが詰めかけて想像しかったと語り、t ィーボーの遺跡で、より練習に集中できる環境になったと語った。第3週、ヒューストンテキサンズ戦では、キャリアハイの8回のレシーブで136ヤードを獲得した。2013年の第13週、カンザスシティチーフス戦では、8回のレシーブで174ヤード。 4td を上げて、AFC 週間最優秀攻撃選手に選ばれた。第16週のヒューストンテキサンズ戦で10回のレシーブで131ヤード 2td を上げた。2014年3月12日、ニューヨークジェッツと5年総額3625万ドルで契約した。2014年の第17週、マイアミドルフィンズ戦では10回のレシーブで、 キャリア最多の221ヤード、1TD を上げて、チームも37から24で勝利した。スピードには欠けるもののルートランニング、パスレシーブ、ランブロックに優れている。背番号87番をつけている理由は3つあり、1つは、ブロンコスで87番をつけていた、エドマカフリーの背番号であること、ドラフト全体87番目に指名されたこと、1987年。 生まれであることである。カントリーシンガーのジェシカ・ジェームズと婚約している。ありがとうございます。